こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は月下の時計です。月の下のホトトギスということで、ホトトギスは食の亡霊トムの魂が化したものと言われます。また昼夜を分かたず泣き続け血を吐くまでやめないとも言います。その泣き声は悲哀に満ちているとされ、無の不尿気虚とも聞こえることから、とりわけ旅人には望郷の念を起こさせます。月夜に泣くホトトギスの声はそのような物悲しさをひしひしと感じさせるでありましょう。禅では月とホトトギスの対比によって全てを照らし出す真理と生死往来を繰り返す世界を表現しています。なお禅林瀬悟集に雲を蹴って月を吐き出すホトトギスとあります。今から月下の時計を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。